シリーン地図 Google マップ井の花峠、井の花水道徳島県三好市池田町井の花、峠は、香川県三豊市から、徳島県三好市にかけて存在する峠である。佐ぬ山脈の若狭峰と二軒茶やの間に位置する。峠は、標高413メートルで、国道32号と土産線及び、香川県と徳島県の県境一帯にかけて存在する。 国道32号は急カーブと急勾配が連続するため、制限速度は時速 30km となっており、ネズミ取りが頻繁に行われることで知られる。夏季は台風等の大雨による通行規制があり、冬季は降雪や路面凍結も多く交通事故も頻発している。これを解消すべく、井の花道路が計画され、新井の花トンネルが2008年に着工した。 新しくできる国道32号井の花道路は、水戸吉埼田町埼田上から、三吉市池田町周津までの 8.24km 間で、新井の花トンネルのほか徳島県側に西山トンネル、橋倉第一トンネル、橋倉第二トンネルの4つのトンネルが作られる。なお、新井の花トンネルと西山トンネルの間で、徳島県道6号小宮観音寺線に接続される。その昔、 阿波の村と讃岐の農家の間には仮高牛という習慣があり、毎年阿波から讃岐へ工作用や砂糖きび絞り用の液牛として夏と秋に浅い国境の井の花峠を越えて移動した。その頃の峠はうさぎ道と呼ばれる獣道で追いはぎも出没したと言われている。八百九十四年に大久保神の進むにより四国神道が開通してからは人力車や 入馬車が通る、秋内の道となり、街道沿いには何県かの茶店や旗子も立ち、大いに賑わったそうである。その後、戦後になり、一般国三32号として、国直轄による改築工事が開始され、1967年に、井の花トンネル、小宮トンネルなど7つのトンネルが建設された。開通後は、大型車の交通量が増加したことより、 大型車を走行させるための都反車線の建設工事を行い1982年に完成し現在に至っている。井の花水道は香川県と徳島県の県境を結ぶ一般国道32号のトンネル。国土地理発行の2万0千分1地形図。阿波池田では井の花トンネルと記載されている。国道32号上の標識。 チリインチズ http コロンスラッシュスラッシュマップス .gsi.go.jp スラッシュ ?z=17&ll=34.072649133.81996 イコールイコール香川県市 年表1894年 h t t p w w w l i b r a r y p r e f k a g a w a j p k g w l i b o c o l ローカル2033から 16html-http コロンスラッシュスラッシュ watcizu.gsi.go.jp スラッシュ watcizu.aspxp イコール 34422&l イコール1334843ありがとうございます。